ひなチャンネル。今日はヘルク12話の反応会ね。ワミリオちゃんがヘルクのことを信用しつつ、心と胃袋をしっかりと掴まれていたよな。善と悪の定義とは、人間は善なのか。ほんと最後がまだ読めなくて面白いわ。急にかっこいいこと言いやがって。今回は勇者を倒すことのできる剣とヘルクの過去が明かされるってとこが見どころじゃね。あとは C パートもね。 C パートのことは後で軽く話すとして、実況民の反応に行きましょうか。それではみんなの反応どうぞ。池田様の声で前回のヘルク、吉永先生あらすじ助かる。前回のヘルライブ、シンプルなあらすじ。お兄ちゃん、先週のいい話だけ抽出したあらすじだった。2クールあるからまだまだ続くアニメ。タイトルロゴがドーン。始まった。いきなりバトってる。イスタちゃん来たー。6戦6勝、あんた本当に成長するの？煽る。6回もやってんのか。また復活してやり合ってると思ったら6回目なの。ナレーションで処理されとる。解説してくれてありがとう。何度でも蘇る。勇者は滅びぬ何度でも蘇るさ。モサモサか？モサの絵面じゃねえんだよ。一応あんなんでもモサなんですよね。死ぬことがない人類軍とかやってることが悪役よな。モサというか面白集団だ。まあだいぶ旅してるから、そやそれくらい進行するか。新魔王決定戦に参加したモサが多い。よし現場勇者。よしじゃない。勝ってはいるけど経験値上げてる。先のことを考えると、こんな時だからこそ。ご飯の時間だ。緊張感ねえなう。見えない攻撃見た？見た見えなかった。不安感ゼロなんですが。捕獲は効果薄いと。5人は捕獲できたか。捕獲大作戦とは期待できなさそうだな。急に戦闘力みたいな数字出てくるじゃん。レベルアップが早いな。戦闘レベル30。サイヤ人じゃん。謎のレベル制。聖者はレベル1のままなのに人工勇者ときたら。復活するなら捕獲する作戦もあまり効果がない。おいおい頼もしいな。なお絵面犬っぽいおっさん強くて草。腕が犬マン。新魔王候補。そんな強くなったのか。本当にござるか。人間側は30レベル程度、魔界側は50レベル程度。気のせいか矢印気のせいだった。試しなし。日課のあれ木彫り全然平気だ。アズドラ様はヘロヘロです。黙らっしゃい。無理は禁物。やっと面白いな。アズドラ様う。白黒でチェック絵になってたりするクッキー。お前がお菓子食っちゃうのかよ。バミリオちゃんの生存確認。バミリオちゃんの場所を示せ。買おう。ついに範囲内に。結構大陸の果てなんだな。地図上に戻ってきた。進展があったな。帰ってくるぞ。海を渡ったのが今知られる。あまり大声を出すな。やかましい。イライラしてるな。仲間割れ仕掛けてるじゃん。言葉に気をつけろよ。56すぞ。勇者同士で殺し合えば無限にレベル上がるのでは。人間側ギスってますね。勝つことではないだろ。人間同士で殺し合っても経験値は詰めるのだろうか。またも寝てるこの人たち。勝つことが目的ではない。危ねえ。バレてーら。明日バレた？戦闘レベルが上がったからか。満身監視ダメ絶対。あっぶねえ。成長したから気づいたのか。アイキャッチー。深刻なヘルク不足である。 B パートはバミリオちゃん一行なんですよね。予定通りならいいんだけどな。方角がわかっている。バミリオちゃんは帝国に向かって一直線に進んでいる。まあ心配はいらないよな。ヘルクはトップクラスでヤバいやつ。結局ヘルクさんがなぜ人間に敵対してるのかがずっと謎のままでええんか。そういうことだぞ。バミリオ様が信じるヘルクを信じろ。ヘルクどころじゃなくてピュイが増えてるんだよな。顔が怖いよ。ちょっと待って。ずっと一緒。あ、イスタちゃん気づいちゃった。ずっと一緒？昼も夜も？男女が？アズドラ様めっちゃいいやつやん。信頼関係ってのは時間をかけてゆっくり築き上げていくもの。話し合うこともできるのに、ただ殺し合う関係なんて。友がいたのか。悲しいじゃないか。すまない、友よ。階層の人物は一体。アズドラ様にも友と呼べる人間がかつて存在したのね。一方その頃、クソバードまた餌になりかけてて草。容姿じゃねえよ。まだ食べられてないやん。ヘルクの容姿、いただきました。先週、ピューイ食われてなかったっけ？あんちゃん、すごいあんちゃん、すごい。うるせえよ。いっぱい褒めてくれるピューイかわよ。この力がこっちに来たら、やばいのもわかるしな。危険すぎる味方か。ヘルクに対し懸念を抱いてしまっている。ここを剣口とする。ヘルケン、無駄に走ったう。岩の下。無駄に走ったう。無駄に走った。お？話しておきたいこと。お前はココアを入れるのも得意なのか。ココア視聴者もココアが飲みたくなってしまった。勇者殺しの異名を持つ剣。勇者殺し。短剣長剣勇者殺し。耐えきる武器すぎるな。いざという時は、これで俺を。自分が危うい存在だということをわかっているんだな。敵じゃない。荷物持ちとか料理とかう。渡すなそんなもの渡すなバカ。
渡すな、バカ。人間の国で起きたすべてのことを過去を話すときか。ヘルクに悲しき過去、すべてを話すとき来週。もう終わりなんです。次回、ヘルク過去編か。ガチの悲しき過去なんだよな。ピュイ作感確認。じゃあすごいとこで終わった。早いと思ったら本当に5分早かったわ。早すぎるだろ。ピュイ作感復活、ピュイ作感復活。作感6、ピュイ作感1、リテイク作感1。ソバードパート。ピュイ編。Cパート来た。お前喋ってんのかよ。お前がナレーションなのー。そのゴーグルはいかんでしょ。吉永博士本編出てるやん。じゃあやんけ。あのカバ吉永先生なのか。おい、その仮面はまずいだろう。ブツブツとうるさいな。なんだこのカバ。この赤い彗星みたいなキャラは。ナレーターの人出てきて笑った。お前が吉永博士だったのか。ナレーションがキャラになるタイプのアニメ。ひいきた、ちょっとそのマスク度直球じゃあすぐる。何アズナブルなんだよそのカバは。クソバードしてん。ナレーションくん、ついてきてたのか。そのマスク、怒られて。で、あいつは誰なんだよ。旅人のメモ。お前の話よりヘルクとアンちゃんの話をやれ。通常の3倍カバ卑怯すぎるだろう。赤色でその仮面はさすがに狙ってるだろ。熱いアイス推し、ブドウだけかわいそうだろが。もうしつこいぞ。うるさい、いらない。食べるんかい。食ってんじゃねえかう。バミリオちゃん、断りきれなくてかわいいね。町に行ったら町の概要を教えてくれる人いるよね。親切な町の人が広場のことを教えてくれた。NPC かな。本当に教えるだけなんだ。即落ち、エンジョイしまくりゅう。うさみみバミリオ様。カチューシャウ、うさみみバミリオタン。耳のついた鳥。旅を満喫している。みんな変なもの買ってる。なんでヘルクはカブトムシやねん。ラクタンは臭かった。臭そう。いざとなったら食料に。謎生物が別の謎生物へ。非常食。いざという時は食われるラクタン。犬、いつも安いなう。ラクタンは移動手段になるし、糞は燃料になる。まさか空病者あるんですか。8000輪。ラクタンは諦めた。本当に何してんだよ。クソダンス。耳つけたままなの。みんな踊れー。ダンス。何をしているのだろうか。何してんだ。あんちゃんノリノリで草。バミリオさんがクソキョロイだけのパートかよ。キレッキレダンス。ノリノリあんちゃんほんと好き。踊ってんじゃねえか。あんさん即落地しがち。エンジョイしてるやん。ノリノリすぎるだろバミリオちゃん。バミリオ様すぐ流されちゃう。ノリノリすぎる。ノリが良すぎるバミリオ様。流されやすいアンさんいいよね。これは真夜中にパフパフあるやつや。ダンスパートがあるアニメだったらしい。90オフじゃねえかう。ヘルクがヘラクレスオオカブトの兜を装備しているね。う、爆安。値下げすぎだろ。いろんな種族が存在するとはいえ、ヘルクのリュックはここほどでかいな。値下げグー。止まっていきなさはん。安くしておくわよ。5000L 矢印 100L。プンプン楽しそうだった。驚きの値引き。クソバード字が書けるの？ピュイは字が書けるんだね。だって砂漠の色が僕と同じだから。毎日楽しそうだな。お前、このなんでもない旅もたっとく思える日が来ちゃうだろ。ピュイお前バミリオちゃん隣なの？一緒に寝てる。シーパ長ゆう。砂漠の旅も楽しいといいなピー。そりゃヘルクよりもバミリオちゃんの方がいいから。バミリオタムと一緒に寝てるクソバード。さすがに許せんよな。もしかしてギャグ要素ここで出し切って。終わりとかないよね。バミリオ様のウサ耳とキレッキレのダンスを見れたので、意外と価値のある C パートだった。みんなの反応はここまでです。C パートが長かったけど、なんか面白かった。なんだかんだで一緒にやってくれるバミリオちゃん。本当に可愛いよな。あの子って、本当に推しに弱いよね。アイスもそうだし、ダンスとかキレッキレってあったもんね。ヘルクもクソバードもこの旅を楽しんでるみたいで、B パートのシリアスとは違って楽しめたよ。この3人は、最後までこんないい関係なのかな。このパート、実はフラグと会話ないよね。そんな悲しいことは考えないようにしようや。それでは、本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と、高評価、お願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。